自分の、これは自分の判断です。事務所の意向じゃなく自分の判断で降ろさせてくれと、超閉塞だと嘘をついたことは本当にすいませんでした。あの時は絶対立てると思ったので、お医者様も、まあうちの家族には余命が何日だ、クリスマスでしか持たないとか、いろんな病院で言われましたけど、僕にはそれ言われてなかったので絶対舞台に立てると思い、自分で自分でリハビリしてきたわけですけど、病には勝てなかったです。末期がんだと、ステージ4だと言われまして、悔しいなと思ったんですけど、担当医に言いましたけど、もう生きてるだけだったらモルヒネをきつめのどんどん打って、もう最後殺してくれと、夏前に。いや、安楽死ってやつですか、その方が楽ですから。こんな夜中に痛みと戦うのは、あるいは飯が食えないのは本当に辛いです。様はそばでご覧になってて、何とおっしゃってますか今。僕は本人なんでね、一番辛いんじゃないですかと思います。まあ冗談だけど、早く浮気できるぐらい元気になってねって、僕が嗚咽してる時に涙ながらに言ってたのは、情けないなと思いました。はい、本当にあの全国のファンの皆様、本当に本当に全国の皆様、こんなことになってしまいましたけど、まあ離れる方は嘘つきで離れてまで結構ですけど、僕は精一杯この仕事を命がけでやっていきますので、どうか応援よろしくお願いします。